はい、ロカです。本日は5月の29日なんですけども、先日ね、動画でご紹介した植え替えたね、笹の雪のその後の様子、ちょっと見てもらいたいと思います。それで、今これ、今日の状態なんですけど、水やりをね、どのぐらいの間空けてやったのかとか、その辺もね、ちょっと撮ってあるので、水やりの様子とか、ちょっとご覧になってから、またね、これの説明したいと思います。今日の撮影は5月の21日です。はい。はい、こちらはね、4月の9日、まあ、先月ですね、先月の4月の9日に植え替えをした笹の雪です。こんな感じ、今下葉がね、こんな感じなんですけど、4月の9日から一度も水をあげてません。少しね、あるかな、シワがだいぶ寄ってきてますね。一部落ちた葉もあります。こうやってね、少し黄色くなってきましたね。まあ、これはね、まあ、こんなもんです、植え替えれば。アガベだいたいね、植え替えると結構下葉がこうやって一周ぐらいは落ちるんですけど、笹の雪は水やっちゃうとね、こうやってバッと上がることが経験上多いんで、水を上げずにここまで来ました。根はね、どうかな。あ、でも初めより締まった感じがするんで、発根はしてるかもしれないですね。どうもね、見た感じも発根したかな。まだ張ってはいないですけど、多分ね、乾燥したところから根が出始めてると思うんですよね。なのでこれにね、水をやっていこうと思います。はい、1回目の水やりなんでね、たっぷりやります。今ね、植え替え真っ最中で、すげえいっぱい植え替えてるんですよね。もう狭くてしょうがない。植え替えたやつからちょっと並べてるんでね、植え替えてからね、水やりをしてなかったんで、葉っぱがね、結構ほこりっぽく汚れてます。なのでそれもついでに洗っちゃいます。ほこりっぽいんでね。1回目の水やりなんで、しっかりみじんが抜けるまでね、あげていきます。これで水を吸わせるというよりは、もっと発根を促してやるって感じですね。まあ、これで失敗してると、ここからね、この下葉の枯れがぶわっと上がってきちゃうことがあるんですけど、笹の雪それが怖いんですよね。まあ、とりあえず1ヶ月半以上水切った株になります。これで下葉のが枯れずにね、上がってこなければいいんですけどね。はい、まあ、とりあえず水やりしました。あとはね、少しこれをまた半日陰ぐらいかなで置いて管理してみようかなと思います。それでこれが上がってこないよ、上がってくるかどうかね、少し様子見て、またね、下葉が上がってくるようだったら水切る感じになると思います。はい、今日は5月の25日です。どうですかね、少し膨らんできたかな。多分ね、まだ根っこはね、そこまで降りてはいないと思うんですけど、この茎の方からね、少しでも出てればある程度水を吸い始めるは始めるんで、ちょっとね、表土の方にまた、表土の方を湿らせたいのでね、多分この辺までもう乾いちゃってるんで、また
水をやって膨らむのかどうかね、また見ていきたいと思います。ちなみにね、下葉はね1枚この辺で、2枚か2枚枯れ落ちたのは今んとこそのぐらいかな。あとはね下葉大丈夫そうですね。この辺黄色くなってる葉はもしかしたら落ちるかもしれませんが大丈夫そうでね、こう見てもらうと多分動画だと分かんないかもしれないんですけど、この辺ね、このシワがなくなるとこじゃなくて、やっぱりこの辺にね精気がみなぎってくるというか、ちょっとね色味が上がってきた感じはするんですよね。ずいぶん根が降りてくればもっと調子が上がると思います。というわけでね、もう一回水やりをしていきます。ちなみに今ねもうね場所は直射が当たるところです。まあ温室内ですけどね。はい、というわけで水やりしていきます。まあまたたっぷりとあげておきます。こんな感じですね。今ね下にかき粉管理してるんですけど、かき粉にちょうど水やりもできてちょうどいいかな。はい、またこれで様子見ていきます。はい、そんな感じでだいぶね間を空けて水をあげたんですけど、今のね下葉の状態、まあね、少しはこうやってね上かいて上がった葉もありますが、現状元気です。この辺のもちょっと落ちてくるかもしれないですね。まあ、植え替えて根をあれだけ切るとね、まあ、1周ぐらいはだいたい落ちると思います。でもねこれね重ね切って失敗すると本当にぶわっとこのまま上の方までね、今の枯れみたいのが黒く上がってきちゃうんで、まあ、これはねもう止まった感じですね。この辺でこうやって葉の隙間とか見てもらうと、多分ねもう発根して多少水吸えてるんだと思います。葉がね膨らんできた様子があります。もっとねペタンコのシワシワになってたんで、まだね少しシワはこうやって残ってますけども、まあこの辺見るとねだいぶ色味が良くなったというか青色良くなったんで、これはもう発根して多少水が吸えてる状態になってると思います。まあここまで来るとね安心ですね。本当にね調子落としちゃって上がってくる時はもう水やった途端にブワッと上がってくる感じなんで、まあ、これだけ間が空いて何度か水やってこのぐらいで収まってるってことは、もう根はこのまま落ち着いてくれると思います。まあ、そんな感じなんでね、まあ、ちょっと笹の雪の植え替えなんかさ、枯れが上がっちゃって困ってるよって方とかね、まあもし参考になればと思います。まあこういうやり方もねありますんで、ちょっと困った時はやってみてください。もしかしたらねうまくいくかもしれませんので、まあ、その辺はご参考までにという感じです。はい、次はね今回の動画はこんなところで終わろうと思います。それでは、はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価もよろしくお願いいたします。ベルマークオンにしていただくと通知が届きますのでご活用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。